中学受験のリスタート、たかしです。今日は電気の5回目、並列つなぎ、直列つなぎについて考えてみようと思います。教材は概要欄に貼り付けてあります。使ってみてください。じゃあ、始めるよ。さあ、今電池がこんな風に4つあるよね。これを導線でつないでみましょう。こんな感じにつなぐよね。で、この時、この2つのつなぎ方は違うんだよね。こちらを並列、こちらを直列っていう言い方をします。でね、この時にこの漢字を見ると、これは並んでるっていう感じだよね。で、これは一直線の直っていう感じです。だから電池が並んでるのが並列で、一直線になってるのが直列っていうふうに思ってる人たまにいるんだけど、ちょっと意地悪してみよっか。この電池でしょ。こうつないでみよっか。これ何つなぎ？そう、これ直列だよね。これは？そう、これ実は並列です。これと意味が一緒っていうことになるわけ。つまり直列とか並列とかっていうのは電池の並び方じゃなくて、あくまで電池のつなぎ方なわけ。じゃあ直列はどんなつなぎ方で、並列はどんなつなぎ方なのかな。これちゃんと説明できる。そう、これは直列つなぎっていうのはマイナスプラスマイナスプラスっていう風に、電気くんが一本道に進んでいけるようなのを直列つなぎって言います。それに対して並列つなぎっていうのは、電気くんがここでそれぞれの電池に枝分かれして、ここでそれぞれの電池から出た電流が合流することになっています。こんな風に合流したり枝分かれしたりするのが並列つなぎっていうこと。一言で言うなら、一本道でつながっているのが直列、分かれ道になっているのが並列っていうことになるわけ。じゃあちょっと練習してみよっか。この3つのつなぎ方は何つなぎかな。じゃあ1個ずつ確かめていこうか。まずこれね、電気くんの動きを見てみましょう。そうすると、マイナスプラスマイナスプラスって一本道だよね。じゃあこれはっていうと、電気くんの動きをたどっていくと、こうぐるーっと来て、マイナスプラスマイナスプラス。これは？そう、これカクって曲がってるけど、電気くんをたどっていくと、マイナスプラスマイナスプラス。つまり、この3つは全部一本道、直列つなぎっていうことになるわけだ。じゃあ次、この3つはどうなのかな？そう、これはなんとなくわかるよね。そう、この3つは全部並列つなぎです。カエル図に書くときは、こんな風にかっこよく整理した方がいいでしょう。プラスから出た電流がどれも合流して豆電球、豆電球から分かれてそれぞれの電池につながっています。で、君たちが間違いやすいのはこのパターンです。これそれぞれ何つなぎになってるのかな。そう、これも実は両方並列です。こっちはまだ分かりやすいかな。プラスから出た電流がここで合流して豆電球で、豆電球から分かれて電池につながっています。こっちは、これはね、よく勘違いします。プラス同士がぶつかってるから流れないんじゃないかって思う人いるんだよね。違うんだ。並列っていうのはね、基本的にプラス同士がぶつかってます。で、ぶつかったものが合流して豆電球に来れば、それが並列です。ちょっと見てみようか。それぞれプラスでしょ。こう辿っていくと、ここで合流するよね。で、豆電球を通って、ここで分かれてるわけ。これもやっぱり並列つなぎっていうことになるわけだ。で、電池はね、ちょっと難しいつなぎ方っていうのがいくつかあります。まず、電流が流れないっていうつなぎ方があります。こんなパターンね。これは電池のプラス同士が向き合ってます。なので、一見直列に見えるけど、これは流れません。こっちもそうだよね。2つの電池一本道だけど、プラス同士が向き合ってるから、これも電気くんが喧嘩して流れないっていうパターンです。電流はゼロです。一方で流れすぎっていうパターンもあります。これはショートっていうパターンだよね。つまり豆電球を通る必要がないっていう回路です。こっちのパターンはここで直列になっちゃうんだよね。こっちのパターンもここでぐるっと回って電池に帰ってこれます。これはすごく大きな電流が流れて危険なパターンです。電流が流れすぎっていうパターンだ。で、あと時々出てくるのは、電池何個分に当たりますかっていうパターンです。例えばこれ。これ電池4個あるけど、4個分のパワーじゃないよ。そう、これは
上と下が並列になってるから、並列部分は隠して考えるといいんだよね。だからこれは2個分っていうことになります。じゃあ、これはどうなるのかな？そう、これも4個あるけど、ここ並列になってるよね。この並列で1個分のパワーです。ということは、この1個と1個と1個が直列で3個分っていうことになる。こんなのも見たことあるかな？これ3個直列なんだけど、よく見ると電池が1個逆向いてるよね。そしたら0になるような気がするじゃん。でもこれね、違うんだよ。右側に流す力が2個分で、左に流す力が1個分。これが戦ってるんだよね。どっちが勝つかわかる？そう、2個分が勝つよね。つまり2個分のうち1個分が帳消しにされて、差し引き1個分のパワーで流れることになります。つまりこれは3個の電池を使ってるけど、パワーは1個分ということになるわけ。ではまとめます。直列つなぎと並列つなぎの違いは、一本道なのか分かれ道なのかっていうことです。で、よく間違えるのは並列つなぎです。並列つなぎっていうのは、電池のプラス同士、マイナス同士がつながっています。で、そこから豆電球の方につながっているつなぎ方が並列つなぎっていうことになっているわけ。じゃあ今日はこれで終わりにします。ありがとうございました。